ウクライナのハンナ・マヤル国防次官は2023年9月1日、テレビ番組に出演した際にウクライナ南部ザポリージャ州の数カ所の戦線において、ウクライナ軍がロシア軍構築した30の防衛ラインのうちの第1防衛ラインを突破したことを明らかにしたよ。また、ウクライナ軍がザポリージャ州においてメリトポリ奪還を図っている。ザポリージャ戦線に兵力を集中させた成果が出始めたと見られているな。そうだね。さて今回は南部戦線の第1防衛ラインを突破したウクライナ軍について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。マヤル国防次官はウクライナ軍が6月初旬に反転攻勢を開始してからは、ロシア軍が異常なまでの高密度に地雷を設置した地雷原を突破するのに多くの時間を費やしてしまったとして、これまでの反転攻勢の進捗が思わしくなかったことの理由を述べた上でさらに、南部ザポリージャ州では進展が見られているが、地域によって状況は異なるとも述べていて、苦戦が続いている地域があることを示唆したよ。また、このマヤル国防次官の発言があった1日、アメリカ国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官もまたザポリージャ州の戦線において、ウクライナ軍の反転攻勢作戦に進展があったことを明らかにしたんだ。カービー戦略広報調整官はウクライナ南部ザポリージャ州での戦闘をめぐり、これまでの72時間でウクライナ軍による注目すべき進展があったと述べた上で、ザポリージャ州のウクライナ軍は、ロシア軍の第2防衛ラインに到達しており、ここでもいくつかの戦果を挙げているとも述べているね。ザポリージャ州で先日オレホボの南にあるロボティネを奪還解放したウクライナ空中機動軍空挺軍は、さらに南にあるボプロコピウカ攻略を目標としていると見られ、それに向けてまず東にあるベルボベの奪還作戦を進めており、一部がロシア軍の第2防衛ラインに到達しているってわけ。このウクライナ軍空中機動軍の動きは、ベルボベを奪還して解放した上で、そこからノボプロコピウカを北と東の側面から攻撃する狙いがあると見られているな。ロボティネをめぐる1ヶ月に及んだ戦闘は、ウクライナ軍の反転攻勢作戦の転機となったってわけだ。ウクライナ軍予断はロシア軍が第1防衛ラインの外側に設けた高密度の地雷原や塹壕を、少しずつ破壊しながら慎重に部隊を進軍させて、ロシア軍で防衛に当たっていた第58諸兵科連合旅団などの部隊を少しずつ損耗させていったからな。このロボティネ奪還作戦の戦闘におけるウクライナ軍とロシア軍の戦車を含む戦闘車両の損耗数は、ほぼ同じと見られているのであるが、攻撃側と防御側の戦闘車両の損失比率が1対1であるというのは戦闘の常識とは異なる数字であり、軍事の常識からすれば通常は攻撃側の軍隊が守備側に勝利するためには防御側の部隊の3倍の兵力が必要とされており、攻撃側が防御側と同程度の損害で済むことは稀なんだ。このようにウクライナ軍が攻撃する側であるにもかかわらず損失が同等であった理由として考えられるのは、砲撃戦においてウクライナ側がさらに優勢になっていることが考えられるよ。アメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO から供与された牽引式及び自走式榴弾砲や、高機動ロケット砲システムハイマース、M207 などの多連装ロケット砲システムマースを、多数装備しているウクライナ軍の砲兵部隊は、GPS 誘導砲弾やロケット弾にクラスター弾などによってロシア軍に大きな損害を与えるようになっており、両軍の砲撃戦による榴弾砲やマースの損害比率については、ウクライナ軍の損耗数を1とすれば、ロシア軍の損耗はその3から4倍に上っているとされ、ザポリージャ州の戦線においてロシア軍の砲兵部隊による砲撃が弱まっているとの見方が出ているね。8月23日に、ロボティネの守備に当たっていたロシア軍部隊はこの状況によってロボティネから敗走し、ロボティネの市街地にウクライナ陸軍第47機械化旅団が突入して、廃墟と化した建物に奪還を宣言するウクライナ国旗を掲げたよ。ロボティネの高台からは、ウクライナ軍の次の目標であるノボプロコピウカが目と鼻の先のように近くに見えていたはずであるが、ウクライナ軍のノボプロコピウカへの部隊の進め方は、
これまでロシアがウクライナ侵略を開始してから1年7ヶ月に及ぶ戦闘経験によって慎重に行われていると見られているんだ。ロボティネから進軍するウクライナ空挺軍の第46空中機動旅団と第82空中強襲旅団の部隊は、そのまま直接南に進軍するのではなく、東のベルボベ方向に転換したが、この動きは、反転攻勢作戦においてドネツク州南部からアゾフ海沿岸のマリウポリやペルジャンシクの奪還を目指して、モクリアリー川沿いに南東に進撃しているウクライナ海軍歩兵旅団が、ウロジェイネを奪還解放した際に側面に回り込んでロシア軍の補給路を断ってから、ウロジェイネの攻撃を仕掛けたことを参考にしたものとみられているな。第46空中機動旅団と第82空中強襲旅団が攻撃を仕掛けているベルボベのロシア軍部隊は、自動車化狙撃連隊と特殊部隊旅団が1個ずつ、その他3個の予備大隊しか配置されておらず、7個連隊が配置されていると見られているノボプロコピウカよりも戦力が大きく劣っているぜ。このことにロシア軍司令部は1週間ほど前に、東部戦線で強力な予備兵力として再編成を進めながら温存していた第76新鋭空挺師団を東部から南部へ移動させて、ロボティネのウクライナ軍に対する守備強化に当てていると見られているね。この第76新鋭空挺師団は、数千人の空挺兵を要する前線任務担当の3個連隊を霊下に置いている他に、T90 戦車や T72 戦車の最新改修型などを装備しているロシア空挺軍の中でも強力な師団なんだ。移動した同師団の部隊は先日ロボティネから南に10組ほどにあるザポリージャ州の交通の要衝であるトクマクに到着して、早速ロボティネのウクライナ軍に対して砲撃を実施したと伝えられたよ。第76新鋭空挺師団は東部ドンバス地方、特にルハンシク州の前線における予備部隊とされていたため、現在ロシア軍が優勢に展開しているルハンシク州では予備が不要と判断したものとみられているけど、ルハンシク州のロシア軍が攻勢に出ることができていたのは予備として、第76新鋭空挺師団が存在していたことが大きかったとの見方があり、このことでルハンシク州でのロシア軍の攻勢が沈静化する可能性が出ているね。このようにロシア軍が東部戦線から南部に予備兵力を回していることについては、南部戦線における予備兵力がすでに枯渇していることも考えられ、この第76新鋭空挺師団の配置次第でノボプロコピウカの奪還が左右される可能性が高いみたい。ロシア軍が第76新鋭空挺師団をウクライナ軍第46空中機動旅団と第82空中強襲旅団が迫る。ベルボベに配置すればノボプロコピウカが手薄となるため、ロボティネ奪還に当たった第47機械化旅団や第65機械化旅団をそのままノボプロコピウカに進軍させれば良いし、第76新鋭空挺師団をノボプロコピウカの守備に配置したならば、第46と第82の2個旅団でそのままベルボベを奪還した後に、ノボプロコピウカを予定通り包囲すれば良いことになり、ウクライナ軍はロシア軍の動きに合わせて対抗することができるな。ウクライナ軍としては第76新鋭空挺師団がどちらの動きをとっても良いように構えておけばよく、ロシア軍にとっては、この第76新鋭空挺師団がウクライナ軍の進軍を阻止できない場合、一気にトクマクまでウクライナ軍の進軍を許す可能性が高いぜ。一方、ザポリージャ州ではロシア軍が占領している地域への政策として、プーチン大統領が9月の新学期が始まるのに合わせて子供たちを前に特別な授業を実施し、ザポリージャ州出身の子供の質問に答える形で、ロシア政府は併合した地域のために大幅に予算を組んだとアピールした上で、ザポリージャ州のウクライナ人の子供たちのロシア化を進める考えを強調したと報じられているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。